まずまあ最初にどういう形のものにするかっていうことで、今回はあのバトルシーンはやめて、その移動しながらまあ戦っていけるっていうことにしようとしてたんで、まあそれに合わせた要素っていうのをまあ盛り込むっていう仕事ですよね。でそれを成立させるにはまあどんな要素が必要かっていう、それをまあかき集めるというのが最初の仕事で、であとはそれをあのゲームの中にどう取り込んでいくかっていうのがまあ残りの仕事ということです。ATB はちょっと違うんだけど、例えばモンスターの動きとか、まあ4とか5とかのモンスターの動きとか、今回のそのプレイヤーたちの動きっていうのは、僕のイメージの中では、NFL を土台にしてるんですよ。で NFL っていうのはあのこうデザインされていて、プレーがでそうなるであろうっていう、その元にみんなが動くっていう。でガンビットなんかもきっとこれをこうしておけばそうなるであろうっていう、そこには予測っていうのと、から結果っていうのと、それをそんと修正していくっていう、その繰り返しがあるのね。でそれがまあ面白いんだと思うし、その NFL を見ているお客さんたちもその辺がだんだん分かってくると、どんどん面白くなっていくと。であんだけのこの観客を動員しているっていうことは、きっとそこには間違いなく面白いものが根底にあるに違いないっていうことで、まあそういうものは参考にしたりしますよね。12が持っている世界観が、まあ、ジャッジっていうのが出てきて、でそれは何かっていうと、まあ、法律みたいなものがあって、でそれ を犯すと処罰されると。で法律は何かっていうと、そのまあある意味全て許可を与えてる、まあ、人間社会がこう生活していく上で、人間たちが生活していく上で許可を与えてるっていうことなんで、まあそれとなんとなく合ってるかなっていう言葉がライセンスだったのね。まずもう少しやりようがあっただろうなとは思いますね、うん、まあ、欠点だらけではないんだけど、もう少しすっきりこうまとめられただろうなと。基本的には ATB のその処理の順番がちょっと違うだけなの。でその処理の順番の違いっていうのが、そのシームレスになってからその処理の順番を変えなきゃいけなかったのか、あるいはそのこっちの勝手な思い込みなのかっていうのがわからない。なんで砲を作った時の感触にすごく近い。で砲っていうのは ATB を初めて乗っけて、ところがそんなにいい出来ではないんですよ。で5ではすごく熟成されていて、で何もかも案外うまくいってるなっていう感じがするんだけど、だからもう一回これと、まあ、このシステムでもう一回同じようなものを作れば、まあいらなかった部分は削ぎ落とされて、必要だったものを盛り込むことができるなとは思うけどね。ガンビットを作ってる時にはこうなっちゃいけないっていうのはあった。まああれを深く掘り下げるとものすごく細かい世界が待ってると思うんだけど、ですごく便利な世界が待っていて、何でもできるようなところが、そこまでやってしまうとあまりにも複雑になってしまって、プレイヤーたちは遠い先が見えちゃうのね。遠い先が見えちゃってどこまでこれは何を最初にやらなきゃいけないかってのが分かんなくなっちゃうから、なるべく単純にして、でそこでは不自由でもいいから、本当になんていうのか、万能なシステムじゃなくてもいいから、まあ本当にユーザーの手助けをする程度に抑えようっていうのは心がけてたかな。一番いい瞬間っていうのは、多分そのユーザーがそのゲームをGエンドっていう文字を見てゲームを一つやり終えたっていうところだと思うんですよ。だから、まあ、とにかくそれをまあ味わえるようには作ってあると思いますね。